スペイン風トマトスープ2人分。鶏むね肉 200g 一口大に切ります。鶏肉に塩麹小さじ1を入れて揉み込んでおきます。人参 20g いちょう切り、玉ねぎ半分スライスします。ブロッコリー 30g 一口大に切ります。ほうれん草1株3センチくらいの長さに切ります。舞茸 10g ざく切り。フライパンにオリーブオイル大さじ1、塩小さじ2分の1と玉ねぎ、人参、ブロッコリーと鶏肉を入れて炒めます。鶏肉に色がついたら水 150cc、 ホールトマト缶のカットのものを 100cc 入れます。コンソメキューブ、ほうれん草、舞茸、胡椒は小さじ2分の1、生姜チューブ 1.5 センチ入れて10分煮込みます。コンソメキューブが溶けたら豆乳 50cc、 スライスチーズ1枚、蜂蜜大さじ1、チーズが溶けたら、はい、完成です。今日の料理はカレーパンを求めに行って違うパンにハマって出てきたスープです。フランスの家庭料理のような味わいのスープなんです。でも日本人向けだよ。抗酸化作用やタンパク質もたっぷりなダイエット向けスープです。今日も来てくれてありがとうございます。マイペースだけど続けて届けていきたい、そんな思いと料理をイラストと声で届ける有名人になりたい。チャンネル登録やいいねで応援お願いします。いつもありがとうございます。